井です。お願いします。はい、本日なんですけれども、中学公式チーム取材、ボーイズ取材ということで、いつもね、お世話になっております、坂戸ボーイズさんに来ております。ということで、僕去年ちょっとね、体調不良で坂戸ボーイズさんの、取材行けなかったので、2年生会うのが初めてなんですよ。なので、まあ僕が今ここで一人で出てるということは、ちょっとね、2年生みんなの、グローブ紹介の方を取っていこうというふうに思っております。入団して1年で、どんな、グローブ、どこまで使い込んだかっていう、みんなのね、視聴者さんの参考にも、なると思いますので、じっくりとね、チェックしてみてください。はい、じゃあ一人目の方お願いします。はい、じゃあお名前をお願いします。佐藤秀人です。声ちっちゃいな、ちっちゃくない声。グラウンドでこんな感じいつも。はい、じゃあもう一度。佐藤秀人です。秀人くん、はい、はい、お願いします。お願いします。2年生でね、はい、じゃあ前に使ってるグローブどんどん出していただいて。はい、これがね、はい、ネオステータス Z、はい、おお、これは公式用。公式用です。去年1年前に。おお、めっちゃ声ちっちゃくない？緊張してる？いやそんなことないです。大丈夫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 。2パーってしてね、はい、このグローブのこだわり、まああれだよね、だいぶ柔らかそうだよね、はい、めちゃくちゃ使い込んだ。ありがとう。おお、柔らかい方が好き。柔らかい方が好きです。ちなみにどこで買いましたか？これはデスマンです。ああ、立川かな、大宮、新宿、あーあー、あと飯田橋か、はい、飯田橋のね、本店まで行ったんだ、はい、なるほどね。まあそこすごかったでしょ、野球のドンキホーテみたいだったでしょ、はい、だよね、はい、じゃあ今2年生今後どういう選手になっていきたいか。今自分あの1番バッターなので、おう、出塁して、はい、チャンスをどんどん作っていきたいです。チャンス作って、まあリードオフマンとしてね、はい、はい、じゃあもっと元気出して、はい、ぜひチームをね、引っ張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。大きな声で。高尾春人です。春人くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ春人くん前にグローブドンと出していただいて。おっ、これはたまらんグローブですね。源田選手モデル、はい、プロステータス、はいはいはい。どうして源田選手モデルにしたんですか？源田選手が好きで。おー、じゃあライオンズファンか、はい、まあ、埼玉県だしね。ちょっと借りてもいい？そうね、これはレッドオレンジかな、元は。で、しっかりとお手入れもされていて。なぜそっちを見る？はいはいはい、ありがとうございます。このグローブの一番のこだわりポイントとか。自分の手に合ったグローブだったんで。はいはいはい、こういう風に曲げるとかっていう方がもう自分のものになってるって言ったよ、はい、なるほどなるほど。じゃあね、まだ1年やってみてどんなチームかなって。元気があっていいチームだと思います。おー、元気がある、はい、OK です。じゃあね、シーズン始まったばっかりでね、はい、来年もあると思うし、まずは目の前の大会とか、いろいろ元気よく頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。よし、ちょっと待って、マジで声小さい。2人ほぼ入ってないかもしれないぐらいだから。はい、じゃあ3人目、お名前を元気よくお願いします。相澤小太郎です。小太郎くん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、グローブ紹介前にドンと使ってるグローブ出していただいて。おお、久保田スラッガー、はい、これ渋かっこいいっすね。おお、柔らかい。これは公式用。公式用です。どこで買いました？カムイで買いました。坂戸カムイか。あ、そうです。はい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 、いいね。坂戸カムイってスラッガー売ってるんだ。はい、なんかあんまイメージなかったけど。じゃあこのグローブのこだわりって。でもやっぱ柔らかいってこと。まあそれがスラッガーのいいところですからね、はい、自分の本当に動きたい方向にグローブ曲げられるのが久保田スラッガーなので、はい、結構使い込んでますね、はい、まだ1年。いや、2年半ぐらい。あ、2年半。2年生小学校から公式を使ってたとか、はい、へえ、小学校の時でかかったでしょ、これちょっと。ちょっと大きかったです。だよね、はい、まあ今ちょうどいいかなぐらい。はい、なるほどなるほど。じゃあね、どういう選手になってきたいですか、今後。まあやっぱ僕ピッチャーなんで、うん、コントロールとか球の速い選手になりたいです。はいはいはい、まあピッチャーとして総合的に上がっていきたいと。はい、なるほどです。じゃあね、そのピッチングでチーム引っ張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。安藤カイラです。カイラくん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあグローブ前にドンと出していただいて。お、これはワッペ、はい、ワールドペガサス、はい、中指リングと薬指リングがどっちも入ってるやつか、はい、なるほど。で、カラーリングがイエロー、はい、これこだわりは。まあ、ちっちゃくてセカンドやってるんで、うんうん、取りやすいところと、またこのリングは固定するために、ま、落ちないもんね、絶対、はいはい、なるほど。じゃあコンパクトめな内野手用が好き、はい、っていう感じ。まあセカンドか。なるほどなるほど。じゃあ結構小回りが効くような、はい、そう、そんな感じでいいよ結構小回り効くようなね、はい、が好きなんだね。 OKOK、 じゃあセカンドということで、
結構じゃあ守備好き？守備好きです。どうなりたいかって、選手としてどうなりたいかっていうのもやっぱ守備。はい、守備です。なるほど。じゃあね、その守備力もっともっと鍛えてもらって、はい、チーム勝利に導いてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、お次の方に来ていただきました。お名前を元気よくお願いします。清水ライです。ライ君、お願いします。この前ね、バッティングのあれで多分翔平さんが撮ってて、ね、はい、はい、お願いします。じゃあね、この前バッティングでしたけど、今回守備グローブということで前にドンと出していただいて、これもワールドペガサスか。おー、ちょっとお借りします。これ内野手用。はい。おー、はい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 、グランドペガサストップかな。うんうんうん、ありがとうございます。これこだわりは？こだわりは、あんま柔らかすぎず、うんうん、肩がしっかりしていて、この土手をあんま崩さないようにしてます。そう思った時に皮は柔らかいなと思った。皮は柔らかいんだけど、肩が別に柔らかすぎないなっていう、はい、感じがしたので、しっかりとカチッとしてるような。すげえ笑ってんじゃん、はい、いいね。あそこだね、あそこ、あそこだねすごいね、さっきまでめちゃくちゃ静かに喋ってたのに、裏入った瞬間すごい喋るね。はい。で、今はポジションは？ポジションはサードとキャッチャーです。おー、あれキャッチャーミット持ってきてないの？キャッチャーミットも出さなくていいの？あ、持ってきて。じゃあ俺がセンターやるわ。セーブがいい。お前がいいね、お前らがいいね。いや、多分本当に入ってるか分かんないぐらいちっちゃかったよ、みんな。まあね。で、緊張したの？俺が嫌いだったの？どっち？あ、なんで首かしげてる？いや、マジで先輩たちに初めてとは思えないぐらいだったよ、3年生。本当に元気だった。はい、これもワールドペガサス。はい。ワッペ付き？ワッペ付き。おー、なるほどね。あ、ちゃんと西島さんのクイーンが入ってます。これのこだわりは？右リングついてて、うん、しっかりとフィットして、はいはい、なんかちょっとちっちゃい感じで小回りも効きやすい。そうね、あの大きくはないなって思ったんだけど、はい、浅くないから、はい、補給しっかりできるし、補給取りに行くところまでの動きとかも多分すごいしやすいだろうなって、はい、でミットの中でこうやって手が動くこともないからバチンと取りやすいのかなっていうような感じがしましたね、はい、なるほどです。じゃあね、2つのポジション守ってるということで、はい、まあ、どっちのポジションでも高み目指して頑張っていってください、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、お次の方に来ていただきました。お名前お願いします。道岡アウトです。アウトくん、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあね、使ってるグローブ前にドンと出していただいて、はい、これがグローバルエリートか、 H セレクションですね。グローバルエリート軽いね。軽いっす。めちゃくちゃ軽い。これでも買ってそんな経って、1年ぐらい？いや、半年ぐらいだよね。なんかまだまだ慣れてないでしょ。はい、完璧には。なるほど、ありがとう。これこだわりってある？ポケットが深いので、ボールが取りやすい。はい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 。ああ、確かに。でも深いけど狭いわけじゃないね、ポケットが。広めで深い、あの掴んだらね、絶対離さないような感じの、グローブだね。じゃあ今どこ守る？外野です。外野か。そういう選手になりたいとかっていうのがあれば、エラーなしで、うん、チームに貢献できるような選手。なるほどね。まあ守備極めてって形で、じゃあね、このグローブでバシバシノックとかね打って、練習、してもらって、ぜひぜひいい選手になってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。橋本いぶきです。はい、いぶきくん、よろしくお願いします。じゃあ使ってるグローブをこうやって前にドンと出していただいて、お、水のプロ。はい、おー、かっこいいね、黒い水のプロか。これ1年前に買った？いや、あの、もともとお兄ちゃんがあったんで、引き継いだ、受け継いだ。自分だけでも2年ぐらいやってるんで、結構。あー、そうなんだ。少年野球の時から使ってるんだ。じゃあこれ多分ね、坂本選手モデルだよね。はいはい、ここにね、IB ライン入ってて、ちょっと H ウェーブなんだけど、上に向かって太くなってってるような感じなんで、多分坂本選手モデルかなと。あ、違う、お兄ちゃんのオーダー。多分ね、中にちょっともう黒なんでちょっと見づらいんですけど、オーダーって入ってるんですよね。だから、あー、別注かもしれない。もしかしたらここに中にね、水のプロのマークも入ってるので、もしかしたら別注かもしれないですね。このグローブのこだわりって何かありますか？結構使い込んで、うんうん、柔らかくなって、はいはい、自分ごとにゴムの柔らかさで結構コンパクトなんで、握り替えもしやすくて、うんうん、自分のこだわりですね。なるほどね。でも自分の手の一部になってるような感じですね。ポジションは？センターです。センターか。じゃあどういう選手になりたいか。センターで結構範囲が広いので、うん、少しでも守備範囲の広い選手になりたいです。なるほどね。あの、まあ、グラウンド駆け回ってどんなボールでも取るんだというような選手ですね。 OK です。じゃあそのグローブで、ね、球際もね
バシバシ取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあラストかな。はい、じゃあ、最後ですね、2年生の代表でいいのかな、キャプテン、2年生キャプテン、はい、お名前をお願いします。渡辺一郎です。一穂くん、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあね、どんどん出していただいて、ハイゴールドの内野手用、はい、しっかりと磨かれてるね。お手入れが行き届いてますね。これ、ありがとう。こだわりは、体を守って速い打球とか、うんうん、高いところで取れるんで。おお、ちょっといい、もう一回借りても、うん、こういう肩の付け方だよね。はい、こういう、だから、ここがしっかりとこっちにつくような肩の付け方してるし、これバスケットウェーブだから強い打球もね、しっかりと抑えてくれる、収まってくれるっていうようなグローブですよね。はい、ありがとうございます。2年生の代表だよね。2年生どんな子が多い？うるさい子が多いです。本当か？うるさいです。本当か？何？なんかさっき初めてだから緊張して声が出なかったとか言ってるけど、実はご飯とかうるさいです。落ち着きねえやつらじゃないか、それ多分。なるほどね。じゃあ今ちょっと本気じゃなかったけど、みんな実際はうるさいんだ。なるほどなるほど。はい、ということでね、2年生全員集合しましたけど、今日はみんな来てるの？全員来てる。はい、はい、来てます。おー、まあ今みんなうるさいって言ってたけど、一番うるさいの誰？やっぱね、ずっとニヤニヤしてんだもん。3年生との関係性ってどんな感じ？みんな仲いいです。いいね、やっぱ仲いいと聞きやすいでしょ。そう、なんか坂戸ボーイズさんって結構開けてるイメージは僕の中であったんで、まあそういったところね、多分来年とか今後取材来た時にみんな多分もうカメラ慣れしてくれてると思うから、その時はちょっと期待しようかなというふうに思います。次は本気出してね。はい、はい、いや、ハイがちっちゃいんだよまだ。今は静かだけど元気らしいので、みんな、はい、ぜひぜひね、途中から公式やりたいって方も、2年生の、まあ、もちろん1年生もね、途中から公式やりたいって方もいると思うので、各 SNS ホームページとか、概要欄貼っときますので、チェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、坂戸ボーイズ2年生の、グローブ紹介の方させていただきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。みんなあーって言っただけじゃない。まあいいよ、 OKOKOK、 ありがとう。